ダンス同好会による素晴らしいダンスでした。もう一度拍手。ごめんなさい、なんか考えちゃって。明智くんの言葉、あなたの大丈夫は魔法の言葉みたい。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張、拍手。主張？こんなイベントがあるんだね、知らなかった。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。指名だって誰になるんだろう。そこのゆるふわパーマの女子、君に決めた。え、あの人こっち見てない？団長までお願いします。呼ばれてるよね。じゃあ、行ってきます。お名前は、って、噂の奥村さんですね。昇進の女の子を引っ張ってきてしまって、すみません。そんな、お気になさらず。なんか主張あります？主張ですか？たくさんありすぎて。じゃあ奥村さんには一つ質問を。この中に怪盗団がいると思います？明智くんが言った怪盗団の正体、気になりますよね。で、この中に怪盗団がいるかどうか、どう思います、奥村さん？そんな…それ実は僕も気になってた。マジ？勇気ある。今のあそこの彼からみたいですけど。ちょっと奥村さん、彼どんな関係なんですか？話の趣旨が変わってます。あらら、困惑してますね。これはこれはスクープの予感ですね。でも僕は紳士ですから、女の子をいじめるのは忍びない。皆さん、美人の赤面堪能しましたか？はい、奥村さん、ありがとうございました。普通ここからだろ。しかい、仕事しろ。終わったね、高野祭。学園祭でもマスコミの取材みたいになっちゃったね。あそこであんなこと言うなんて全然予想してなかった。あのままじゃ私何もできなかった。ありがとう、助けてくれて。
なたって不思議な人だけど頼りになるよね。あなたとだったら私これから先も大丈夫だと思う。なんてね。将来のことなんてまだわからないものね。明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだけどね。これあげる。さっき買ったんだけど。